小島伊佐小島伊佐夫、小島公、1928年3月3日から2015年4月14日は、日本の漫画家。株式会社コープロ代表。本名は、小島伊佐漫画界一の流霊な線病と評された画風を、特徴とし、エロティックな女性の登場する漫画やイラストレーションで、知られた。日本漫画家協会の設立に尽力し、 常務無理事、社団法人時代の理事長、第四代、会長、公益社団法人時代の名誉会長を歴任した。東京府東京市下役、現在の東京都台東区根岸にて、下手職人の長男として生まれる。旧正高等小学校時代から漫画を描くことを楽しみ、絵を描くことへの興味から、1943年に川端が学校でデッサンなどを学んだ。 加藤義夫と同級であった。この頃、早稲田大学の仏文化の学生が家庭教師となり、後の漫画家時代に役立つ知性が身にいたと語る。その後、太平洋美術学校に進んだものの、同校を中退。この間終戦を迎え、戦争時の事務員を務めて、そうにならないかと勧められたが、断る。新友館など、新興の雑誌や新聞に漫画を寄稿。 杉浦幸男の風俗漫画における女性の描写に憧れ、美人画に傾倒し始める。1947年、発表の場を独占している状態にあった、既存の漫画家グループ、漫画集団に対抗するため、関根義人、中島浩治、馬場達夫らと若手の投稿漫画家による、グループ、独立漫画派、ドクマを結成。後に、柳瀬隆、超新太、栗洋二。 ハリス・ナオラが加入する。小島ら、独立漫画派は、当初、既存雑誌より、原稿料が安く、不安定な経営状況だった、いわゆる、カストリ雑誌を発表の場としていた。彼らは、新漫画という雑誌に、連載の仕事を得たが、同志が6号で配管になるといった経験をしている。彼らの才能に目をつけた、新対応者の編集者、吉行淳之介が、自身が、 編集長を務めていたモダン日本に独立漫画派の発表の場を与えたほか、個人的に生活を援助した。小島はこの時期の1948年を実質的なデビュー年として扱っている。この時期の小島個人の依頼は差し絵が多く、差し絵画家にされるのが嫌で、駒漫画を描き始めた。また小島は伸び悩む独漫画派の若手メンバーに発表の場を与えるために導入し、 ガンマを創刊した。数千部印刷したが、あまり売れず、資金に行き詰まり、7号で廃刊した。これは、制限稿を郵送で回覧する方式だった、牧獣一滴のような形式のものを除けば、日本の漫画導入史とみなされている。1956年に、朝日芸能、特馬書店にて、死去の直前まで続いた、長期連載漫画、千人部落を開始する。 小島はあらゆる分野の漫画家たちが一堂に会し、社会的活動を通じてお互いを認識し、表現者として安心できる環境づくりを目指すため、すべての漫画分野を対象とする職能団体の必要性を、関、漫画界全体の大同団結を望むようになった。1959年、ドクマン派は存続派と解散派の不和が深刻化し、 総会での投票によって解散が決定していた。この前後に、小島は何度も漫画集団に誘われて、その度に固辞していたが、漫画家の健康管理や著作権問題を団体で解決することを条件に、1963年11月、漫画集団に加入する。小島の試みは、1964年の日本漫画家協会設立で結実する。協会設立後は、 著作権者に無断でキャラクター商品を製造、販売したり、漫画家に原稿料の見払いを続けたりする各企業に抗議を申し入る活動を地道に行い、漫画家の地位と福祉工場に努めた。日本漫画家協会では、理事、常務理事、1971年4月、初代総務部長、1985年12月を歴任した後、 1992年6月に加藤義夫の後任として第四代理事長に就任した。2000年5月、理事長を退任して柳瀬隆に引き継ぐとともに、自身は会長となった。その後は名誉会長に就任した。1974年より、ビッグコミックオリジナル、小学館にて、ヒゲとインの連載をはじめ、千人部落と並ぶ長期連載となる。 イラストレーターとしても多くの作品を制作した。1974年には日本酒、メーカー、木桜のマスコットキャラクター、カッパのキャラクターデザインを初代デザイナーの清水コンから引き継ぎ、素朴な清水のイラストとは対照的なセクシーな女カッパのデザインを手掛けた。アニメーション CM が長く放映されている。1984年には ゲロ温泉の観光 PR ポスターのイラストを制作した。1965年より約18年の長期にわたって日本テレビ放送網の深夜番組午後11時にレギュラー出演した。同番組ではとぼけたキャラクターで大橋巨泉、浅岡幸次らとのミニコント風のやりとりを騎士、お茶の間の人気を呼んだ。他にも東京 12CH、現。 テレビ東京開局当時のニュースワイド番組、朝日新聞、ワイドニュースにレギュラー出演し、時事問題を風刺したイラストを発表している。2015年4月14日、脳出血のため、東京都港区の病院で死去した。筆明の読み表記は、こうではなく、こうとしていた。他に、雑誌の表紙イラストも手掛けている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。